ババイサプさん、チュンアンドン、お昼知り第何弾か分かりませんが、いや、ワボイス社長ですとか言ってないよ。せーの、ワボイス社長です。ユンジンです。ありがとうございます。今日は僕のターン、はい、で、ちょうど風当たりも寒くなっとるし、肌寒いじゃん。汁も欲しくなるやん。欲しくなる。前回も汁もやったけど欲しくなるから、さんと言えばということで、はい、せーの、ごかえ。で、最近忙しいの？ちょいちょい入れてくるスケジュールが一番最悪っちゃう、本当に。そうだよ。だってよじゃなくて、マジで。来年はさ、ツアーやろうね、ツアー。まだ語源なこと言いよってさ、自分が責任取らんでさ、俺に放り投げるっちゃろ。国内も結構綺麗なところ多いなって最近ちょっと気づいたったわけ。いや、もう俺はいつも気づいております。コンヒョンツアーみたいな。顔見して。コンヒョンツアーなに。笑っとるばいこれ。言いながら。それは笑うでしょ。いや、だから人を地獄に落としながら笑っとるばい。コンヒョンツアーみたいな感じでやる。ちょっと待てよ、聞いてねえよ俺は。もうこれ右ね。はい。じゃあもう豊子に過ぎたところですぐ右。そうですね。いや、だからそういうさ、韓国の綺麗なところをさ。回ろうよって、2024年は回ろうの年にしようよって。なんか冷たいね、テンション上げ上げで行こうぜ。ほら青空だし。それ関係ねえし言ってる間に着いたよ。そう着いたの。中安テジ地区、中央豚のお店。こ中央区やからさ、中央区のデジグッパで30年伝統って書いてあるじゃん。それ毎年ね、張り替えるわけないから適当に多分変えとるんよ。越しとるんよ。で、うまいよ。そう、期待する。あなたはスープペッパーに入る。スープペッパーにしなさい。はい、わかりました。もうそれがだけどさ、スープペッパーが一番上に来るってちょっと珍しいね。今まではケチョップがどんどん来て、途中にスープペッパーが入る。そうそう、なんかね、下の面にさ、ここは自信もりもりなの。自信もりもりなの。自信もりもり。これは普通のデジコパ。はい、さあ、カメラマン。じゃあ、自分だけよ。すべがなぶよ。デジコパがなはご、おるすんで。デジクッパーは最高級の曲買ってるけよ。なんつったの、デジクッパーは。デジクッパーはね、俺はね、脂身少ないあっさり系、ここの汁あっさりなんで、あっさり系が好きなんで、ちょっと油を控えめに。それなんつったの。最高級。最高級。中性よ。中性よ。で、キムチも自家製。で、積んでも自家製。これ、うまいんだ。積んで自家製ってすごいね。一応韓国のやり方でコリアンって言うじゃん。一回こう汁を入れて戻していって戻してご飯を温めていって器を温めていってから出てくるタイプのお店で、こういうやり方のところは効率が悪くてあんまりせんところが多いらしいよね。だっていちいち1個ずつ全部せないから、そのままボンって持ってってから火入れとったらさ、すぐ早いじゃん。出てきた頃はちょうどご飯粒々にさ、汁が全部絡み合って吸い込んでさ。それはもうカメラ目線で言ってほしいよ。うまいんやそこじゃないよ。なんかもう映画も撮ったってそこに貼ってあるんですけど、ここ中京のって結構まだ美味しい料理があるんで。そうそうそう。で、ここデジうどんも美味しいよ。デジうどんはデジクッパにうどんが入ってる、ご飯の代わりに。そう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 。でも、땡초 3개만 주세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만에 오셨죠? 예, 자주 와야 되는데. 常連3認定されましたね。 本当に知っとるぞこれやからな。 写真とサイン書いてある。 俺なんか知名度ないやん。 まだ村人1ぐらいや。 이 토르만한 대로 말려보려고 사람들한테. 이거 진짜 대단하다. 진짜 중요한데 힘든데. 이거 만나기 어려울 텐데 제가 알아서 잘 해드립니다. 한 개 더 넣었다고. 오늘 굉장한데. 좀 근데요. 먹습니다. 잘 먹겠습니다. 오래요 오래. 오래는 승계야로. 뭔가 이로가. 特殊だね。じゃあいただきます。汁味見してから入れなさいよ。え？汁。き走っちゃって。いや、塩加減をね、味見して調整して入れてください。あ、美味しい。あっさりやぞ。美味しいね。あと、全然これいらないよ、調整が。でしょ？うん。スユーペッパンそうやって白飯と食うのが手間やろ。そうよ。あ、うまいね、これ。なんか、この顔見てほしいわ。で、あとあなたが好きなサンジャンとコラボな。なんでこんなにうまいんだろうね。うまいやろ。これ何が違うんだろう。肉の厚さもまあ一緒。だけどうまいね。全てが普通っちゃ普通なんよね。普通なんやけどうまいね。うまいね。言うまでもない。本当にうまい。肉がね、結構本当に肉噛んでるって感じするよね。噛めば噛むほど肉汁が出まくって出まくって、豚のいい香りがもう口の中充満するよ。最高や。これ手軸っぱは本当に好きで、なんかいろんな手軸っぱを回ってる人に、手軸っぱマニアさんはちょっと一回来てもらって、ああ結構いいと思います。これ勝負所とかけられるぐらいのあっさり系の汁なんですけど、このあっさり系がまだいいんですよ。で気になる。食べて1個ずつ取ってください。中いろいろ入ってるの。野菜と肉と。いただきます。どうぞ。熱いよ。うん。これすんでじゃないね。すんでの概念とはちょっと違う。餃子っぽい中身してるやろ。そう。肉が多めで、多分すんで固める時に血が入るのが量が少ないっていうか、もう詰め込んだソーセージみたいなやつ。でもね、食べるともうバッて崩れるんだけど、ポロっとね、ポロっとね、なんて言ったらいいのかな、肉のり巻き、肉内臓巻き、ソーセージやな。ヒョンジンがいいこと言ってくれるでしょう。うん。なるほど。何？俺今させた。こう食べるけんね。これ変わったすんでだ。いただきます。これ汁吸ってね、今最高だと思うんだ。酒なしで俺はな。ちょっとな。いただきます。あるよ。最高。それでも種類いろいろあるけど、その専門家じゃないけんわからんですけど、とにかく一言で言えるのは体験めったにできないうまいすんで。で、肉噛んでる、野菜噛んでる、皮噛んでますっていう感じがもうそのもろにくるやつ、食ってますって感じ。まあはっきり言っとったけど、美味しすぎてあなたの話が入ってこない。動画で見直してください。この肉とこのスープの辛みと醤油合わせでご飯で食べるともう最高ね。これ最高ね。唐辛子辛くない？いや、なんかこの組み合わせが最高。あなた唐辛子追加したでしょ。辛いやつがないからさ。辛いやつ3本。1食あたり俺3本やった。組み合わせ分かりますよね、皆さん。完全体それ多分一生分からないです。あ、そうなん、残念。このスープもあっさりしてるし、醤油の作り方も素晴らしくいいし、ご飯との相性が抜群。そうするとね、周りのね、声が聞こえなくなるんです、特にヒョンジ耳が遠くなっていけよじゃないこのおかずもあっちでセルフで取れますか？取れます、取れます。で、一時はもう席がないんだ。1時まではいつも行ってますけど、食べられるんであればまあ1時ぐらいから来られてゆっくり食べられますんで。で、土日が休みで、土日休みじゃんね、で、1人様は全然 OK と。じゃあ手軸っぱツアーもしようね、いつか。仕事が増える話やん。だってさ、ミリアンの手軸っぱまだ行けてないよ。ああ、それ行かないか。それはちょっと一回紹介してあれじゃない。だから1泊2日でミリアンに泊まって手軸っぱを食べながらカレーを作りながらバーベキューして人生ゲームして時間に帰ってこれる。なんで必ず人生ゲームが入るの？リアルタイム人生ゲームやってるのにお酒飲んだら。でも本当にコースはあるよ、1泊2日やから。完璧なるコースはね。いつも私が悪者みたいになってますけども。悪者です。日本人は優しいんでね、こういう話をちゃんと聞いて、それに向かってちゃんとね、やろうって努力をしてくれるわけです、いつも。それは本当のことやね。で、それにつけ込んで私がスケジュールを入れるわけですよ。頻度がさ、うちのお母さんより多い。元気かって聞くうちのお母さんより多いじゃん。なんかしたら今口にデジゴトが入っとき何も聞こえませんもん。ご飯なくなっちゃったもん。おかわりもらいなさい。いやおかわりよ、食べる速度がいつもより早いもん。だけどどのぐらい店舗あるんだろうね、プサンにね、定時失敗さんがね。正直めっちゃ多いっちゃ多いもんね。多いよ。おいらが身に持って感じるのは、一区域に多分10軒ぐらいは軽くあるんじゃないかなっていう感じ。だってもう人が歩けば手軸っぱく屋に当たるみたいな。そうそうそうぐらいにで食べる頻度も多いしね、皆さんやっぱり。ほんと日本のだから福岡で言えばラーメンうどんぐらいの勢いでみんな食べてますから。困ったら1週間3回ぐらい食事ずっとこれでいいもん。本当に手軸っぱは正義がなくて、皆さんそれぞれの食べ方があるで、好きな店もあるし、有名な店いたってそれ俺は美味しくなかったよとか言う人もおるしさ、だから自分の基準でこれをなんていうかな、判断しようとせず、いろんなところ食べ歩いてみてください。デジパンの世界奥が深いので、外側舐めて終わるっていう感じじゃなく、本当にこうってちょっとまずそうだなって思うぐらいのところ、意外な発見あるかもしれません。だから来年行われるであろう手軸っぱツアーはその1泊2日で6食ぐらい食べるってことね。いやー、7食8食食っとかな、もったいなかるよ。増えた。最近は見つからないの。プサン市内でヒョンジンさんって会いに来るやついらっしゃる。最近ね、出歩いて回っとらんよ。ほとんどもう忙しくて、もう寒くなってきたから釣りもねできなくなってきてるから。最近あんまり釣り行ってなくない？行けてない時間が多い。たまにはね、日本もね。俺ゆくゆく詐欺師になっとうけどさ、言うから言わく、ああえらいソース絡んだやつ、美味しそうやなあれ。そうよ、美味しかったよ。うまかろうよ。先週のお好み焼き見てください。美味しいですよ。うわうまそううまそう、釘付きになってさ、そんなお前も一人だけ食ってきて。一人だけど二人で、いやだから行くしかないのよ。なんで大阪ってさ、いつぶり？1回だけの経験で行った時に奈良まで行っとんよ。食ったものがね、お好み焼き食ってない、たこ焼き食ってない、串カツ食ってない。じゃあお前は何食ったんかって、スタバのサンドイッチ、コンビニの弁当、そんなもんしか食ってない。ぜひ行ってらっしゃい。もうだからソースの国、粉もんの国、大阪1回言うと暴飲暴食行きます。じゃああれだね、はよきや大阪来年には行きましょう。来年も今年以上に忙しくなるというか、大変よ。いや実際本当に行く行く詐欺じゃなくて、心決まって早く食いしばって行けばいいんだよ。行ける環境におるにもかかわらず行ってないんだよ。これって詐欺に与えるもんやねっていうことですよ、ゆうさん。ですよね、申し訳ない。これ確信ですよね。この前福岡のことさ考えるとさ、アブスのスケジュールで自分のスケジュール全部踏みにじまれてさ、覚えてないとか言うんよ。こっちの方が犯罪悪いからね。最近覚えた韓国語はあるんですよ。何？なんもらよ。なんもらよ。言わんでいいんじゃ。歌もあったな、確かに昔のなんあらよがね。ずるいよ、外人がそういうことを覚えてから言うのは。絶対最近じゃないよ。お昼シリーズもね、これからも楽しんでください。それでは美味しい手軸っぱからお送りしました。以上、ワボイスのプサンでした。バイバーイ。グロー、チョアオ、登録、いいねお願いします。ワボワボプサン、ワボワボプサン、ワボワボプサン、ワボワボプサン。선물 줄게。ありがとうございます。やっぱ俺にはお酒やろう。視聴者さんから先ほどいただきました。電話でしか挨拶できて申し訳ございません。この撮影のスケジュールかっ飛ばしていこうと思ってね。ダメ言おうからさ。はい、いいお酒だよ。43度、佐渡のあけぼの金賞取っとるわい。これは美味しくいただきます。今から飲んでいい？それは任せるよ。ダメやな。いや違うや、俺仕事や。